皆さんこんにちは、ミラーフィット代表取締役高校です。マイベストアイテムズ、36歳働く男の僕を作ってくれる最高のアイテムをご紹介します。それではレッツゲットスターティッド。最初のアイテムはコーヒーです。中でもとりわけ最近はアラビカコーヒーにハマってます。まあ、京都発祥のアラビカコーヒーなんですが、豆がね濃くて美味しいのよ。コーヒーはねもうほんと1日5杯とか飲むんだけど、やっぱり日中のパフォーマンス向上のためにも朝起きたらまずコーヒーを飲んで今日のスイッチを入れる。やっぱり働くパフォーマンスをどれだけ上げられるかが僕ら経営者は勝負なので、やっぱりコーヒーは僕のすごい強いパートナーかなと思います。会社でも家でもめちゃくちゃコーヒーは毎日楽しんでます。それでは2つ目のアイテムです。それはこちら、携帯電話。まあ、僕に限らずね、もうスマホがないとダメな人多いんじゃないでしょうか。僕の場合はですね、実はパソコンを使わないっていうふうに決めていて、やっぱり仕事の内容が多岐にわたっていたり、業務範囲がすごく多いし移動も多いんで、自分がパソコンで作業することはやめて、その代わり携帯で素早く状況判断ができるようにとか、情報収集ができたりとか、あとはやっぱり SNS での発信も頻繁にやってるので、やっぱりこの携帯はすごいベストアイテムだと思います。さらにちょっと補足をすると、実はこの携帯ケース、これアップルの既製品というかオリジナルなんですが、このカードケースがついてるのは僕はもう最高ですね。普段はあんまりカバンも財布も持ち歩きたくないので、この中にクレジットカードとか必要最低限の現金をちょっとだけ入れておくと、これだけでほとんどの生活が完結してしまうという感じなので、2番目は携帯電話になります。続いて3つ目のアイテムです。それはこちら、はい、前にも動画で紹介しましたが枕です。もう僕は昔から体や肌や睡眠への投資を皆さんにずっと言ってきましたが、まあ、もちろん今までもかなり寝具にはこだわってきてマットレスも変えてきたんですが、最近はですね、実はこの枕にすごいハマっています。やっぱ一つは寝るとき僕らの頭って常にこう枕の上に置いてあるし、睡眠の時間が取れないとき、まさにこの質をどれだけこだわれるかが非常に大事だなと思ってます。なので家で休むときは自分のお気に入りの枕で寝るだけで、相当脳の回復、体の回復が僕の中では促進されている感覚があるし、出張に行くとね、どうしても枕が変わってしまってちょっとそわそわしちゃうんですが、自分の家に帰ってきて自分の好みの枕に寝るとって高さも調整してあるんで、随分とこう休むその質の高さが違うなという感覚があります。ベストアイテムに選んでおります。続いて4つ目、じゃ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 ん、はい、これまたね睡眠の質を高めるアイテムです。皆さん普段からサプリメントは飲んでますか？僕は普段食事に加えてサプリメントは結構取ってて、まあいろんなビタミンも含めて実は睡眠の質向上のサプリメントは欠かさず飲んでます。まあ、特に僕らみたいな働き盛りのビジネスマンはぜひおすすめしたいと思ってます。僕はファンケルさんのこの睡眠&疲労感ケアがとてもおすすめです。まあ、このファンケルの睡眠&疲労感ケアは睡眠の質を高めてくれる L オルニチン1塩酸塩が配合されてて、でみんなオルニチンってよく聞くと思うんだけど、この商品には1日分でシジミが900個相当のオルニチンが含まれてるらしいんだよね。シジミ900個って相当すごくね。でしかも起床時の疲労感ってあると思うんだけど、それを軽減してくれるクロセチンも入ってます。で実は皆さんが週に 2,3 日は疲労感や疲れを感じてるってデータも実際にあるんですね。なのでこういうサプリメントを摂取することで疲労感を軽減することができるかなと僕は思ってます。しかも僕は寝る前にですね、いろんな実はルーティンをやっています。サウナやお風呂に入って体の体温を上げる、どうしても入る時間がないって方はキムチを食べて体温を上げるということもいいかもしれません。あと寝る前にストレッチをして血流を良くする、これも寝る上ですごく大事です。皆さんもぜひ寝る前のルーティーンとこういったサプリメントを活用してみたらいいかなと思っております。で実際これもらった時もなんだけど、ファンケルさんの社員でもこれ愛用してる人めちゃくちゃ多いんだって。僕も実際にもうね2週間ぐらい、もうこれ結構なくなった後なんだけど、2週間ぐらい摂取してみたら、やっぱり摂取前と比べて、あれ朝なんかやっぱ寝起き軽いなって感覚に実際になってます。で僕の場合最近やっぱり毎日プレゼンとか撮影とか取材とか、
あと投資家とのこうディベートみたいなのがあるんだけど、やっぱり睡眠の質が高い翌日っていうのはやっぱり一日の経営者としてのパフォーマンスがすごい高いなと感じる日が増えたように感じます。あとまあいろいろおすすめしたんだけど、ぜひこれ試してほしいなと思います。これ30日分なんだけど、実はこれ3240円です。1日の睡眠に投資して1日約100円なんで、とてもいい投資かなと思います。しかもコンビニだったら810円でお試し7日分のパッケージもあるので、ぜひそっちも試してみてください。まあ僕今日もう実際ね、帰って寝るだけなんで、もうこれ飲んじゃいたいなと思います。1日ね4粒でいいんで、ぶっちゃけ飲むのもそんなに負担じゃないし、4粒でいいんだったら毎日の日課にも組み込めてしまうので、皆さんもぜひ試してみたらいいなと思います。ちょっと1回飲んでみます。はい、こんな感じだね。結構ねこの錠剤もちっちゃいから女性でもかなり飲みやすいし、まあ一口でどうしても飲めないって方は2回に分けてもらってもいいかなと思います。それじゃあ睡眠の質を高めて明日の仕事のパフォーマンスを上げるために飲んでいきたいと思います。皆さんもぜひ試してみてください。それでは続いて5つ目のアイテムです。じゃ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 ん。実はハオハオですね、カメラ写真が好きなんです。で、僕が使ってるのはこちらのライカ Q2 とライカフォンですね。僕昔プロのカメラマンに聞いたことあって、コウさんと、いい写真を撮るには方法は2つしかありません。1つは適当なカメラで撮って、めちゃくちゃレタッチやフィルターで品質でねじ伏せるパターン、もう一つはお金で高いカメラを使って金でねじ伏せるパターンだと言われて、僕はもう何の迷いもなくこのライカを買いました。本当にね、何を撮ってもただシャッターを押すだけでめちゃくちゃエモい写真が撮れます。エモい。だからこのライカで写真を撮ると、いい写真といい思い出だけじゃなくて、この本体自体もものすごく価値が残るので、例えば将来いらなくなったら自分の息子に譲ってあげるとか、それこそ売ってしまったってものすごい価値の残る素晴らしいカメラだなと思います。で、このカメラ1個だけ欠点を言うならば、やっぱりそれなりに大きくて重たいので、日常使いちょっと大変だなという方におすすめなのがこっちのライカフォンですね。これはライカがカメラを開発しているスマートフォンなんですが、当然携帯電話として使っていただきながら、ここのレンズを外せばライカのクオリティの写真がスマートフォンでも撮れるという優れものです。なので僕はもう今日は写真撮りに行くぞって気合を入れる日はこれを持っていくし、ちょっとカメラまではなっていう日はカバンの中にこの薄いスマートフォン、もう写真撮るだけですね、写真撮るだけ用のこのライカフォンを入れて、たくさんいい写真といい思い出を刻んでいます。まあ僕は特にね、SNS に写真とかを発信することが多いので、こういうカメラとか写真に投資をするっていうのは僕にとってはすごく大事なものでした。続いてはじゃじゃん、時計です。はい、実は母は時計好きなことを知ってる人が多いと思うんですが、実はこの時計ロレックスのパーペチュアルオイスターという時計です。実はまあデイトナとか他にもサブマリーナ、あとは GMT マスターといろいろ持ってるんですが、僕は結構このシンプルなパーペチュアルオイスターがすごく好きです。しかも見てください、この文字盤がね、まあ、いわゆるロレックスグリーンと呼ばれる綺麗な緑なんですよ。で、僕のインスタとか見たら分かるかもしれないけど、今年はものすごいグリーンにハマっていて、ちょっと僕が持ってるグリーンアイテム紹介します。このロレックスでしょ、バババン、ほらこのエルメスのお馬さんも緑です。しかもさらにこの全ての小物見てください、名刺入れ、お財布、エアポッツケース、さらにはこのキー、実は全部緑で揃えています。なのでこのロレックスのオイスターパーペチュアル、これもね緑の色がどうしても欲しくて、なんとか手に入れた時はすごく嬉しかったです。で、皆さんも知っている通り、時計はここ数年かなり価値が上がっていて、中でもロレックスは入手困難の上に資産価値が残りやすい。もちろんデイトナとか GMT とかヨットマスターとか全て素晴らしい時計をロレックスは出してるんですが、僕はもうこの普及の名作ですね、どんな時でも使えるし、どんなシーンでも使えるこのシンプルなもの、実は値段もね80万円台ぐらいかな、そんなに高くないものなので、一生の時計としてはすごく長く愛用できるものなんじゃないかなと思って、これは手放せない一品になってます。続いては7つ目です。ドゥルルルルルダン、タクシー配車アプリ。僕はですね、移動が公共交通機関があんまり使えないというか、時間も限られてるんで、
タクシーを使うことが本当に多いんです。まあもちろん自分で運転するのも好きなんですが、やっぱり打ち合わせの時間を確保したり作業する時間を確保するためにタクシーは欠かせません。もう通勤、退勤、移動、すべてタクシーです。僕多分本当平均しても1日5から10回はタクシー乗ってるんで、このタクシー配車アプリが浸透してからはめちゃくちゃ助かってます。中でもよく使ってるのはこのタクシーの GO。 全然案件でも何でもないんですが、多分日本で一番タクシー配車アプリ使ってる自信がなぜか謎にあります。まあ、1日5から10回使ってるって考えると年間でればものすごいんじゃないかな。でしかも雨の日もそうだけど、こういうめちゃくちゃ暑い日、もうちょっと歩くだけで熱中症にかかるリスクがあるときは、皆さんも無理せずこういうタクシー配車アプリを使って効率的に移動したり、でその浮いた体力、余った時間でもっとパフォーマンスの高い時間、人生を送れたらいいなということで、僕はこのタクシー配車アプリをものすごいおすすめしてます。もちろんこの GO だけじゃなくて、いろんな配車アプリがあるので、自分の地域で使いやすい配車アプリを、使ってみるといいんじゃないかなと思います。皆さん、タクシーは無駄じゃないです。平等に与えられた24時間という時間をどう有効活用するかという投資だと思いますので、たくさん必要な方はタクシーを使ってみるといいんじゃないかなと思います。続いて8個目ですが、実はかなりいつも質問が多いんですが、ずっと濁してきました。続いて8個目は香水です。皆さん、匂いはエチケットです。もう匂いがいい男性でモテない人いないし、香りがいい女性を嫌がる男性はいません。なので僕はかなり香水愛用していて、実は僕今愛用している香水がですね、このエルメスの香水になります。これはエルメスの名前なんて言うんだっけな、ジュール・ドゥ・エルメス・アプソリュー・オールド・パルファムです。これね、匂いがめちゃくちゃいいんですよ。僕よくエルメスでいろんなもの買いに行くんですけど、たまたま時間があった時にちょっと香水嗅いでみたいなと思って、これテスターやってみたんですけど、もう大好きで速攻ハマりました。ちょっと匂いを嗅いでみたいと思います。上品で、これ僕男性としてつけてるんですけど、正直女性がつけても何の違和感もないし、エルメスの店内で漂ってくるすごく上品な香りがこう身にまとえるっていう意味ですごくいいです。で結構皆さん、いろんなハイブランドの香水使う方多いんですけど、意外とエルメスを使ってる方多くないので、人とあんまり被らないっていう意味でも僕はすごく好きだなと思います。もちろんエルメス、これ以外にもいろんな香水の種類あるんで、皆さんよかったら自分で試してみて、どれが自分に合うか、自分に合うものを見つけられたらいいんじゃないかなと思います。でこういうハイブランドの香水を皆さんに紹介すると、どうしても高いなとかちょっともったいないなっていう方いらっしゃると思います。これもね、実際どれぐらいだったかな、85ミリで多分1万半ばぐらいしたと思うんですが、もう少しコストパフォーマンスがいいものっていうと、僕実はね、昔使ってたこのハニーロアというものがあります。ハニーロアはですね、もう3年ぐらい前にたまたまお仕事でちょっとご一緒することがあって、その時使わせてもらったんですが、匂い、香りの種類がすごい豊富なのと、なんかこの価格帯とは思えないぐらい香りが残るし、いいんですよ。で実は十何種類、10種類近く香りの種類あるんですが、僕のお気に入りの4種類持ってきました。ということで、まあ、当然僕もいろんな香水試してきたんですが、今レギュラーで使ってるのはこのエルメスの香水です。で少しコストパフォーマンス重視でいろんなものを試してみたいよという方は、ハニーロアぜひ一度ですね、いろんな種類あるので自分に合った匂いが、あるのか見つける楽しみ、試す楽しみもあるんじゃないかなと思いますので、香水、皆さん何度も言います、エチケットです。家族だから、恋人だからといって手を抜いちゃダメです。香水は、匂いは、香りはエチケットです。そして9つ目は車です。もうハオハオのこと知ってる人はね、ハオハオが車狂いなことは知ってると思います。もうこの2年だけで7台ぐらい車を買い替えてきたし、今も4台所有してるんですが、もう僕は車が大好きなんですよ。なんで若者の車離れって聞くとすごい悲しい気持ちになるし、まあね、皆さんどうしても都内だと車を持つ経済合理性なくないとか言うじゃないですか。あるんです。やっぱり車は生活を、人生を豊かにしてくれるし、車があることで行ける範囲、行ける場所がものすごい増えます。だから思い出も当然その分増えます。なので車をどうやって買うかがすごい大事だと思っていて、僕は資産価値、自分の好み、こういったものが全て総合的に叶う車を自分で選んで買うっていうのがすごく好きです。中でもやっぱりこだわりある買い方としては、やっぱりもう
数が二度と世の中に増えていかないもの、簡単に言うとヴィンテージの車とかアンティークの車が僕はすごい好きです。当然最新型のベンツのゲレンデみたいな車を持ってるんですが、やっぱりこれは安全性であったり遠距離で走るときには大きくて楽な車を所有していることが自分の家族であったり遠距離で一緒に行ってくれる友達の負担を軽減してくれる意味でもすごくいいので、やっぱり車は何台か持っています。さあ皆さん、ハオハオのベストアイテムたちはいかがでしたでしょうか。まあ実際ね、選ぶの大変でした。まあ、今回ね9個の紹介だったんですが、当然これ以外にも大好きなものいっぱいあるんですけど、まあ、自分の人生で欠かせないものってこの辺だよなということで、まあ、車とか時計みたいな、あとカメラとかみたいな物質的なものも中にはご紹介したし、今回、まあ、サプリメントで紹介した睡眠&疲労感ケアみたいな実際の物質そのものではないんだけど自分の人生を豊かに過ごすためのもの、明日のパフォーマンスを上げて自分の評価を上げるためのもの、まあ、そういったものも紹介させていただきました。まあ、一度きりの人生ね、本当に人生になくてはならないものって多くないと思ってます。またベストセレクションご希望があればですね、コメント欄にぜひ皆さんのご希望書いていただいて、その中からいろんなものも今後紹介できたらなと思ってます。それでは今日もご視聴いただきありがとうございました。ミラーフィット代表取締役高校でした。ありがとうございます。